はい、どうもー、どうもー、はい、やってまいりました。やばすぎる仮面ブックメーカー投資の検証。はい、お疲れ様です。本日の結果報告です。3359円のプラスでした。今回は比較的金額でベットしてみました。昨日の毎回9100円のベットで3817円の利益、今回は3900円のベットで3559円の結果を出してみました。出してみました。少額でも少し変わらない結果を出せるオッズ高めなのをトライしてみました。ボンチ設定。吉谷さんが動画を通り続けてくれる限り頑張って結果報告しますよ。ありがとうございます。まさかの僕ね、ずっとやるって言ってたんですけどね、僕に勝てるのかな。僕はね、正直本当にブックメーカー、本当今意味わかんないノウハウが高額で売られてるんで、出すんだったらもう間違いないというものを出したいし、なんだろうな、って話なんですね。まあ、こんだけ勝ってればいいんじゃないかっていう、もういいだろうみたいな。いや、ここまでやって信用できなかったらもうどうしようもなんないよっていうぐらいやりたいですね。いや、ここまで出してるよと。てか、毎日動画撮ります自分みたいな。てか、プロモーションでなんか何十万とかで売ってる人いてますけど、ね、ブックメーカーの。いや、これ毎日結果動画作ってるみたいな。まずそもそも、まずないよねみたいな。毎日結果報告やってますからね、これね。本当に。まあいいや。はい。これ2600円のベットで1730円。260円でマイナス260円。3900円で780円。3900円で1300円。まあ、確かにオッズが高いですね。なるほど、なるほど。はい。ということで、結果の方こと、今回は3359円プラスということで、しかもまあ投資金額が少なくても、まあこれぐらい、まあ9100円だとちょっとどうなのかなと思う方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ3900円ぐらいのベットだったら、まあお金ない人でもまあできるんじゃないかなとは思うんですけどね。どうでしょうか。だからもう本当にその副業感覚でできるんじゃないかなっていう。だから月にその10万ぐらい目安で、要はブックメーカーで大金を取りに行くというよりかは、僕はブックメーカーで副業でちょこちょこやって、ルール通りにちょこちょこやって10万とか取れればいいんじゃないかなとは思うんですけどね。なんか欲を出すと絶対失敗するんで、だってこの金額ぐらいでベットしていけばそんなリスクないじゃないですか。ぶっちゃけパチ屋行ったらスロットで4000入れるのって、多分ね、30分ぐらいでなくなりますよ。何も引かなかったら多分1000円札、本当に多分3、4000円なんて30分ぐらいなくなっちゃうんじゃないですか。 当たんなかったら。でもこれね、取引2、3分っていうことですし、まあ効率いいんじゃないかなとは思いますけどね。ただ、まあ、お金を使ってお金を増やすんで、まあネットビジネスは違うとこですよね。お金、原資がないと増えないっていうのはあるんですけど、ただこれぐらいの金額だったら皆さんもできるんじゃないかなとは思いますけど、どうでしょうか。だから、一攫千金狙ってる人は絶対投資やめた方がいいですよ、まして。一攫千金を狙ってる人は僕はね、投資は絶対お勧めしないです。もうこういう感じで手堅く取っていくっていうのが、そう、一番いいと思いますけどね。だって主婦の人とかでも、じゃあこれでなんかちょっとちょこちょこやって10万、月10万とかプラス出ればよくないですかって話で。どうすか、バイト行ってなんかパート行って10万稼ぐより、ここで家でちょこちょこなんか3分とか2分で取引してルール通りにやって10万とか取れればいいと思うんですよね。どうでしょうか。はい。ということで、今回は結構倍率がいい感じで勝ってて、まあ今日もプラス収支で終わりました。はい。あと、これが10月30日のなんですけども、10月あと1日です。で、10月から検証を始めて、10月多分11か10日かな。まあ10月1からはちょっと検証してないんですけど、10月31日の検証が終わったら1ヶ月の一応、僕、Excel で今つけてるんで、今これちょっとつけてないんですけど、これ全部つけてるんで、これをこの表をね、ずっと全部作ってって、これちょっとずっとやっていこうかなと思ってます。これはちょっとこれがプラスかな。プラスを赤にしてマイナスは青に、まあこんな感じでやってくれてるんで、
これ全部つけてるんで、これで1回どれぐらい、そのベット金額が合計いくらだったのか、いつからだ、10月6日からですね、10月6日から始めて、まあ約1ヶ月か、で、どれぐらいになったのかっていうのをちょっと、あと何勝何敗、何勝何敗とかもちょっと出せればなと思いますけどね。まあこんな感じになってますんで、いくら、じゃあトータルいくらなのっていうのを全部出して、これもまあ最後10月終わったらこれ作ろうかなと思ってます。ということで、今回3359円のプラスということで、まあ明日が10月31日、次負けろ、これ最後負けないかな、どうなんだろうな、1回ぐらいね、違う違う、そう、これね、マイナス出したら僕は博多まで行けるんですよ、無料で。無料で往復代の博多までの、新幹線代、もしくは飛行機代、まあバスでもいいんですけど、バス代、深夜バス代と、あとは水炊き、博多の水炊きをおごってくれると。だからその完全無料で博多まで行って、無料で飯食って、で無料で東京まで帰ってこれるんで、ちょっとマイナスそろそろ出してもいいんじゃないかなと思います。ではこれで今回の検証動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。